10月20日、日曜日でございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。もう10月20日ということでございまして。211回。はい。はい。記念すべき。はい。記念すべき何ですか、はい、記念すべき第211回。211回でございます。毎回が記念すべきですもん、はい。今日ちょっとお嬢なんか感じが違う。え、本当ですか？はい。どうされました？まあ、秋になりましたんで、ね。あ、秋バージョンということで。秋バージョンで。お届けしてますね。今日これの前はお仕事？いや違います全然。自分でピラティス、うん、ピラティスもしてないです。 お風呂でキャンドルどれ？ いじってんな。お風呂でキャンドル、ピラティス、どれ？リア充生活のどれ？カフェでアサイーボール出た。カウンターカウンターくらい。いやでもこれは謝りたいことがあって、散々河合さんにアサイーボール食べてるとか言ったんですけど、まんまとハマりまして。あ、いやいいよ。すいません、なんかほんでほんまやったんや。ほんまでした。ほんまでした。すげえな。すいません、はい、いや俺マジで今日さっきラビットやって、はい、で終わってで、まあ今日11時、お昼前の11時入りだったじゃないですか、はいはい、で、まあラビットが10時過ぎに終わって、で、こう移動しながらちょっと打ち合わせがあったので、はい、10時50分ぐらいまで、はい、で、ほんでちゃんと10時50分に終わって10分があったんですよ、はい、で、まあお腹も空いてるんでちょっとアサイーボール買いに行こうかなと思ったんです、うん、マジで。おはい、マジで疑ってないですよ。そうそうそう。でも勝ったら、うん、まあちょっと時間かかるんや、アサイーボール作るの。あ、そうですね、そうそうそう、意外とね、そうだからこの入り時間ぐらいに来ちゃうなと、うん、でそのアサイーボール食べながらやるということになるやん、はい、そうですね、またいじられるなと思ってやめた。あ、やめたのに、ひろなちゃんはもうしっかり食べてきた、うん、そうです。へえ、朝起きて、朝起きて、でも最近も朝食っていうか、何言ってんねん。かわいそうやろ、やって、もういじれないね。いじれないです。なんかなんならいじれない自分に気づいて今笑った。笑いました。あの、なんならかわいさんの弟子も。うん、あ、やっぱいいもの食べてる。アサイーボーラージュニア。あ、ジュニアか。ジュニアです。ま、そうか。はい、な、俺シニアか。誰がシニア？間があるやろ。別にシニアとは言うてない。え、ヒロヤちゃん、自分が河合さんのことをいじった手前、はい、私は食べてはいけないな、みたいな思ってたって。思ってました。芸人やん。アインシュタイン山崎ヒロナ。ヒートアンドハート。ヒートアンドハート。どうも、アインシュタイン河合です。アインシュタインの稲田です。山崎ヒロナです。よろしくお願いします。アサイーボール。え、買いに行ってるってこと？買いに行ってますね。ウーバーもしたりします。ウーバーアサイーボールなんかむっちゃ高い。高いです。もう2500円とか信じられんよな、うん、もう美に費やすのはもう何ぼでも費やす。美っていうよりはもう味が好きです。まあ味、そうなんや、美味しい、うん、ほんまに。食べたことあります？いや、まだない。あ、本当ですか、うん、なんか何やろな、その高いな。まあ、シンプルに、シンプルに、その材料がいいからね。やろうと思うねんけど、うんうん、高い。うん、なんか、うな重です、うん、とか、うん、黒豚のとんかつです、はい、って言われたら2000円とか3000円って言われたら、はい、まあそらするかと思うんやけど、はい、河合さんが買ってきてた、ね、あれだ、俺1000ちょいぐらいです。大体1000、まあ安くて1200、300で、アサイーボールの専門って妙さあるもんね。そうですね、高くて1700とか1900円とか、まあ、2000ぐらいまで行くんですけど、うん、ウーバーするとさらにそこに配送料が乗って、そうそう、ね、まあ、ほぼほぼ3000ぐらいに。そうよ、だって俺ハワイのロケ行って、その帰る日の朝ちょっとだけ時間あったら食べに行ったって言ったよ、はい、うん、まあまあそれハワイっていうのもあるね、うん、3600円。うえー、それはなんかボリュームは一緒ぐらい。まあボリュームはやっぱりその、ね、ハワイの量やったら、あとバナナが1本入ってたりするんで、うん、お腹にはたまるんで、なるほどね、そうなんですよ、いろいろ食物繊維
やつなんやら、うんうん、アサイーボールか。でも今めちゃくちゃ流行ってて、うん、もうそれこそお店で若い子がずっと並んでたりとか、まあ、味がシンプルに美味しいっていうのもまああんねんけどな、うん、なんででしょうね。なんか俺だからハマる感じ、いつももうね、なんかそのさ、うん、まあ良かれと思って、まあ食べたりさ口にしてるもん、はい、なんか何年後かどっかの学者さんとかがさ、うん、実はめっちゃ体に悪かったとかって発表されへんかなってめっちゃ思ってんねん。ドキドキしながら食べてる。あるっぽいですね。なんか例えば納豆もいいけど、はい、組み合わせ気をつけなきゃダメだよみたいなのもありますよね。まあどう、まあよく言われてるのはその週に1回か2回で十分っていうね。あ、意味ないよパターン。意味ないっこはないんだけど、なんか納豆菌って強いんやって。うん、だからあの日本人的にはの内臓的にはなんかこのいろんな菌を、例えば酵母味噌とか、うん、ああいういろんな、菌を入れるうちの一個に納豆菌もどうですかみたいな、そういうことか、のが良しとしてる方もいらっしゃる。そればっかりにならず、まあもちろん、まあだから要はまあバランスよくご飯食べましょうねっていうことらしいけど、うん、麹の菌を殺しちゃうんですよね納豆は。納豆菌が強すぎて、だからそうそうそう、あの日本の日本酒の酒蔵のところとかは納豆を食べて入っちゃいけないんですよ。そう、納豆菌がつくから、そう、殺しちゃうから酵母。あ、すごい広いじゃん。はい、かわいそうなの、どう追いかけてますよ。ジュニアです。あ、シニアです。どうしたらシニアやん。どうどう、おいおいおい。何だおい。何が多い。これもちょっと学んでいこうかなっていう。どっちにしてもいじってるやん。食べてない時もいじって、食べてからもいじって。めちゃくちゃやんけ、無敵やんけ。無敵だ。最強です。最強です。言ってる場合か。言ってる場合か。はい、いや、でもなんか、そうね、やっぱいろんな、なんかちょっとずつね、興味は出てくるよね。若い時そんな思わなかったけど、うん、そうですね。なんかその運動した後にすぐプロテインもどうなのか説とかもありますね。まあまあいろいろ、まあいろんな流派があるよね。そう、なんか分かんなくなってきちゃいました。なんか情報がこ う, うありすぎてな。そう、難しい。え、実感したことはないですか。実践して実感したことを信じればいいんじゃない。実感はでもまあなかなかないやん、その、うん、まあ肌の調子良くなってきたなぐらいはあるけど、うんうん、でもピラティスやった後にプロテインとかは、あ、でも最近なんかピラティス、ピラティスやった後、私プロテインがちょっと味が苦手なんで、はいはいはい、美味しいやつあんで今、でもなんかどれでもちょっと苦手なんですよ。文句言わんと飲みな、ジュニアだから飲もうかな。飲み始めれるって来週ぐらいに飲んでるかもしれないです。ええー、のあんで教えるわ後で。プロテイン、プロテイン、ですか、うん、何味なんですか、アサイーボール味。いや、そんなないよ、そんな全てをカバーしてくれるよ。ストロベリーとかちょっとチョコレートとか、いや確かにね、うん、あるある、チョコっぽいやつとかね、チョコっぽいやつ、うん、じゃあ飲んでみようかな。いや飲んでみたら、言うとしたらやばいですね、うん、逆になんで隣にいつもいて影響受けないんですか、うん、いや受けてるやん、めっちゃ綺麗やん。え、いやそんな分かりやすいお笑いええで。え、そんなこんなあかんの。いやいや、あかんことないけど、でもそんなもうわざわざ、いやわざわざそんなサンマ師匠の近くにおったらおのずとこうなってしまうよ。まずは、まずはこういうのから、できることから、できることから、まずは前菜から、前菜から、確かにね、そうそうそう、はい、今週もお願いします、はい、お願いします。この番組はちょっと塞ぎがちな日曜の夕方を笑いと音楽で明るくしていきます。最後までお付き合いください。アインシュタイン山崎宏のヒート＆ハート、この番組はボートレース振興会の提供でお送りします。アインシュタイン山崎宏のヒート＆ハート。エキサイティングトーク。さあ、このコーナーはゲストの方をお招きいたしまして、ハートを熱くするとこうしていきます。本日のゲストはソロミュージシャンのマハラージャンさんでございます。
よろしくお願いします。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 さあ、じゃあまずは、プロフィールのご紹介をお願いします。はい。マハラージャンさんは、会社員生活と並行して音楽活動を続け、2019年11月に作詞、作曲、編曲、演奏まで一人で手掛けた、いいことがしたいをリリース。各音楽配信サイトで注目され、話題を呼びました。2021年3月に、セーラ・ムンタローで、メジャーデビューを果たすと、様々な音楽番組への出演に加えて、YouTube チャンネル、The First Take への出演が大きな反響を呼びました。今年9月、メジャーデビューから3年が経過し、自身初となるベストアルバム、ベストオブマハラージャンをリリース。そして10月12日に新曲、君の編をリリースされました。さあ、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会社員っていうの、どれぐらいやられてたんですか？結構長めにやってまして、CM 制作会社で働いてたんですけど、はい。で、なんか AD みたいな感じで、はい。はい。なんか制作進行、PM って言うんですけど、それで、はい、現場の仕切りをやったり、お弁当を手配したり、カメラマンさんとか、監督のスケジュールとか予算管理したりとか、そういうのやってました。裏方の、ほんまに裏方ですね。はい、その、ずっと音楽活動自体はされてたんですか？まあ音楽活動自体は、なんか音楽ミュージシャンになりたいなと思ってたんですけど、はい、なんか曲ができなくて、やれてない、はい、っていうか、まあ曲ができないとこう、活動できないなと思って、はい、CM 作りながら家帰ってずっと音楽作ってみたいな感じでやってまして。へぇ、その音楽作りというか、それをどこでこう、学ばれたというかあれなんですか？あ、もう子供の頃から結構音楽やってたんで、はい。それは、それはご両親の影響とかですか？なんか多分自分が音楽好きで、なんか中学ぐらいからすごい集めてみたいな感じで。独学です？そうです、割とそうですね。楽器をされてたんですか？はい、あの小学校からトランペット、あの吹奏楽部入ってやってて、それ結構長くそれずっとやってたんで。楽器はじゃあトランペットが一番あれなんですか？あ、長いっすね。今はもうやってないんですけど、はい、そっかギターとかベースもあの小学校6年からやるようになって。早いっすね。そうですね、はい。なんかちょっと人よりはちょっと上手くなったかもしれないですね。それでなんで一発目トランペットやったんですか？なんか親がトランペット持ってて、で家のなんか押し入れにあったんですよ。はい、家の押し入れにトランペット入ってたらな俺も。まず押し入れなかったですもん。いや、押し入れはあったよ。中何も入ってなかっただけで。押し入れみたいな家やった。誰が押し入れみたいな家やね。実家が貧しくて。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。そんな明るいと思うんだよ。言いつかありがとうございます。そうなんですよ。きっかけ何だったんですか？きっかけ。デビューのと言いますか。あ、デビュー、あ、その、いいことがしたいっていう、あの、はい、いいことがしたいっていう、その、はい、出した時の、はい、ジャケット、はい、それなんですけど。ジャケットの T シャツ。そうですね、はい。で、それの曲がすごい、自分的にかっこいいのができたなと思って、で、なんか、そこからいろんな人がこう関わってくれるようになって今に至るって。はい。満を持して的なところがあるんですか？もうずっとこの曲を作ってて。はい、やりたくて満を持してみたいな感じです。はあ、すごい。ずっとターバンを巻いてやられてたじゃないですか。はい、最近なんかイメージチェンジされた。そうなんですよ。それで初めて今日、はい、あの、こういう場に、イメージして初めてここに来て。あ、そうなんですか？めっちゃもう、勝手が違うんですよ。勝手が違う。頭、その、普段、すごいそうやって変装して入ってくるから、はい、入ってきた時に、あの、皆さんの反応が、わーって。はいはいはい。はい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 。今日は、おはようございますみたいな感じだったんで、あ、そうか、こういう感じが普通こうだよなと思って。なるほど。最初はそうですよ。それはだって、まずはちゃんとね、ご挨拶じゃないですか。今までって、わー、あー、みたいな、こう、その、まずそっからのつかみがあって、って、はい、こうあったんですけど、今日なんならちょっと言っちゃうんですけど、これウィッグなんですね、これ。あ、お、そうなんですか。どこまでが？前のこうなった。あ、めっちゃなんか、なんかめっちゃ普通かっこいいじゃないですか。中もおしゃれやな。ありがとうございます。いや、なんかこの髪型で、はい、この間ファーストテイク出させてもらったんですけど、はい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 、キープするの難しくて。なるほど。あ、そのファーストテイクの時は、もう普通に。自分の髪でやってたんですけど。確かに、ね。なるほど。ちょっとめちゃくちゃ。ナチュラル。ナチュラルっすね。全然気づかなかったです。いや、わかんないです、わかんない。本当ですか？言わなきゃよかったですね。いや、言わなかった。別に言ってみてください。全然わかんないです。全然わかんない。この目の前のこの距離でもわからへん。うん、あ、本当ですか？はい。ええー。あ、そういうもんなんですね。お前もなんかリアルななんかウィッグ
ちょっと借りればいいんですか。いや、違和感あるって急に増えたら。いやいや、だから徐々によ。だから何パターンか買うといて。何個買うねん、俺。徐々にって徐々に、徐々にその量を徐々に増やしていって、そのアハ体験みたいにさ、1年ぐらいかけて、ほんで1年後ぐらいにそのマハラージャンさんみたいな、おしゃれなやつにしてたら、あれなんか最近まだ変わった。それやって一気にでもええって我慢するわ。そんなめっちゃ金かかりそうや。それかターバンとかですか。ターバンってどうですか。ターバン蒸してあげる。枠今空きましたからね。確かに。ターバン枠。今は人を乾いたね、ターバン。マハラージャンさんの。僕がターバンなんかしたら蒸してあげて終わりや。シューマイみたいに言うねん。蒸してて。蒸してあげて終わり。熱かったでしょ、でもターバン。ターバンっすか。いや、そんなことないっすよ。ほんまっすか、うん、だってあれ、インドの方とかがやられるから、ね、暑い国の方が、頭を守るためにやられるんだね。ああ、うん、なるほど。あ、そうなんや。じゃあやろうかなって。なかなかなりにくいねんな。そのプレゼンされてもさ。いや、びっくりですね。いや、ちょっとマジでドキドキしました。ちょっとだから、アーティスト写真が変わるんですか？変わったんですね。そうです、変わったんです。もともとはそのターバンしてたんですけど、はい、それを、まあ、今回、リニューアルで。なるほど。はい。なんでターバン撮ろうと？いや、なんか、5年ぐらいやってたんですけど、はい、で、まあ、音楽もちょっと面白い、かっこいいみたいな感じでやってきたんですけど、はい、なんか、ちょっとやりきったなっていう感じ。なるほど、なるほど。自分的にはあって。ちょっとだけハンドルを、はい、ビット。はい。名前も、英語で MHRJ って書いて、はい、マハラージャンっていう風に変更されたんですね。そうです。はい。これはまた、なんでちょっとにやけてるんですか。シンプルに多分お前を見てニヤニヤニヤしちゃう。MHRJ でマハラージャンって読むんですよねって、はい、そうなん、僕がそういう風にしてくださいって言ってるからそうなんですけど、はい、まあまあ普通に考えたら そう読めないんで、はいはいはい、まあ申し訳ないなって思いながらニヤニヤしてますね。あ、うん、なるほど。ちょっと BTS とかと一緒です。ああ、なるほど、ね。いい例えですね。確かに。いい例えですね。ちなみにこの新曲はどういう感じの曲なんですか？まあハウスミュージックというか、はい、あのフレンチエレクトロというか、そういう、あの、僕フランスのダンスミュージックがすごい好きなんですけど、それにちょっと影響を受けてる感じの曲ですね。フランスのダンスミュージックってどういうルートたどったらたどり着くんですか？一番最初は、はい、音楽やり始められた頃とかは何をよく聞いてらっしゃったんですか？まあ、そのやっぱラルクとか聞いてて、はい、あ、もうそこはシンプルに J-POP、 そうです、J-POP 聞いてて、はい、でもラルクもラルクアンシエルってあれフランス語で虹っていう意味関係あるか分かんないですけど、はい、でもなんかラルクってやっぱオシャレじゃないですか、ちょっと、はいはい、なんかそういう方が好きなのかもしれないです。フランスの あのハウスミュージックとかフランスのバンドの音楽ってすごいなんかオシャレなんですよね、はい、激しいだけじゃなくて、はい、フレンチエレクトロって言うんですね。そうですね。ダフトパンクとか、まあそうなんですよ。はぁー。フトパンク？ダフトパンク。あ、ダフトパンク。すいません。初めてですね。ダフトパンクでフトパンクっていうボケ初めて。いやいやいや。ボケボケなんだ。ちょっとダフトパンクって分からなかったんで。あ、ごめんなさい。へーって言ってたけど、ちょっとなんか気になりすぎて。はい、フトパンクって何？ダフトパンク。そうか、聞いたことないジャンルが。でもマハラージャンって名前だったりとか、はいはい、ターバンだったりちょっとインドの、はい、香りはするじゃないですか。はい、でもフランスあ、そうですね。がお好きだったんですよね。そうですね。はい、そっちに名前にしようとかは思われなかったですか？確かに今そうです、そういう風にあの時そういうこと言ってくれる人がいたらちょっと違った。前に出会ってれば。そうですね。そうですよね。はい、でも事務所がユデンっていう事務所なんですよ。はい、あ、そうなんですか。そっからまあ発想して。はあ。へえ。あ、だからマハラージャンさん自体インドがめっちゃ好きとか、そのゆかりがあるってわけではないんですか、うん。っていうわけじゃなくて。なるほど。なんとなくイメージでそれつけちゃいます。なるほどなるほど。へえ。でもこのファーストテイクはやっぱ大きかったですか？わ、めっちゃでかかったですね。うん、私も失礼ですけど そこで始めました。そのインパクト、はいはいはい、ビジュアルのインパクトで誰だろうこの人っていうのでクリックしちゃって、あ、見てしまうよね。見てしまいましたね。ありがとうございます。でかっこいいんか言ってた。確かにね。って、はい、
さあ、それではそんなマハラージャーさんの曲、皆さんに1曲お聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、じゃあ聴いてください。マハラージャンで君の変。アインシュタイン山崎ひろのヒートアンドハート。引き続き、マハラージャンさんとお送りするエキサイティングトークのコーナーでございます。ここからはサイコロを使ったトークをしていきます。白黒赤黄黄色緑の6色のサイコロの目にお題が書いてありますので、サイコロを振って出たお題に沿ったトークをしていただきます。マハラージャンさんへの質問でございます。自画自賛の話、これだけは譲れない話、ラブな話、苦手なことの話、グルメの話、やらかした話となっております。はい、さあ、はい、それではサイコロ振っていただきましょう。はい、そうです、やらかした話で言うと、あーすごい、なんで、なんで、なんで、できれば、できれば一回は振っていただきたい。初めて、はい、初めてですね。まあいいですけどね。まあいいですけど、はい、一応振っていただいて、はい、はい、好きなところ振っていただいて、はい、はい、あ、六、あ、やらかした話だ、すごい、狙った。じゃあもう一回、もう一回、いやいいですよ、やらかした話でいいし、全然。一個は、はい。今日話すトークをちゃんと考えてこなかったこと。はい、ああ、いやいや、それは、いやでもまあそんな別にあのエピソードトークとかじゃなくて全然大丈夫な。もちろんです、もちろんです。今思いついたことで、はい、もう一個は、はい、この間、はい、お酒飲んですごい気持ちよく酔っ払ってしまって、はい、偉い人の家のなんかソファーを壊しちゃったんですよ。それで家帰って、それは本当謝ってたんですけど、ソファー壊したって何なんですか。なんかソファーにちょっとなんか僕の好きな柄が書いてあって、はい、あの楽器が書いてあったんですよ、ね。あ、はいはい、それでそうちょっと DJ の方がすごい盛り上げてくれたんですよ、はいはいはい、僕もお酒入ってすごいってなっちゃって、はい、そ楽器を弾く感じでそのソファー持ち上げようと思ったんですよ。あ、そしたらソファーの椅子取れちゃって、でそこからもう二度とくっつかなくなって、それうわーと思って、そうそう、それやばかったんですけど。いいソファーですか、やっぱり。いいソファーですね。ですよね。はい。で、偉い方っていうのは、はい、いや、あの、ま、言えない。言えないです。目上の方っていうことですね。先輩の。はい。そうそう。結構有名な方で、はい、ちょっと、ああ、マジで、これはもうやってしまったなっていう。怒られました。いや、それがすごい優しい方で、大丈夫だよって。逆に嫌なのね。逆に辛いパターン。ああ、確かに。怒ってくれたらまだ。なんでソファーの柄の楽器持ち上げようもん。確かに。何杯飲んだらそうなの。いや、で2杯でそうなっちゃって。あ、お酒そんな得意じゃないですか。いや、なんか楽しくて。ああ、もう、テンションが上がってて。DJ のせいですよね。そうです。そうです、そうです。そこはそんなことないですって言わない。反省がまだ甘いんですけど。その自覚は。で、家帰って、はい、それで、まだ酔っ払ってて、はい、で、お風呂入った時に、ちょっとよろけて、はい、で、風呂の壁にぶつかっちゃった。あ、ぶつかった。はい、壁に思いっきりでっかい穴開いて、それが結構きつかったっす。お風呂の壁、いや、人んちのソファ壊したことより自分ちの風呂に穴開いたことが。そうなんですよ。それお金かかるね。そうなんですよ。でもなんか、穴開いたの聞いたことない。いや、だからちょうど多分弱いところに当たったんだけど、まあ、全部が強いわけじゃないから、そう、なんかでっかい亀裂が、うわぁ次元の裂け目みたいな。いや、そんなおしゃれに例えてる場合なし。そう、それは、修理とか頼んだんですか。あ、それでちょっとやばいなと思って管理会社に電話したら、なんか保険会社に電話してくれって言われて、はい、で保険会社に電話したら管理会社にまた電話してくれって言われて、当たり前にされて当たり前にされて、でも結局なんか、保険で治りそうだというところまでは、あの、来てて。ああ、まだ、じゃあ、そんなにはかからなさそう。ちょっとまだわかんないんですけどね。ああ、でもまあまあ、その、わざとやったわけじゃないですよね。わざとじゃないんですけど、はい。わざとじゃないけど、聞いたことはない。わざとじゃないですって言うスピードめっちゃ速かったですね。わざとじゃないと、わざとじゃないです。僕らに弁明しても知らないです。これちょっと人格が見え隠れしてる人も本当に恥ずかしいんですけど。でもだから、多分楽しい方なんでしょうね。ああ、そうだと思います。ね、ご出身どちらですか。あ、そう、言ってない。出身は、東京出身なんですけど、うん、学生の時大阪にいたんですよ。へえ、そうですか。だから結構大阪で自我が形成された感じ若干ありますね。学生時代というのは、まあ、大学の4年。はい。まあ、一番こう、高んだというかね。そうですね。その時は結構、遊んだりも。遊んだ飲み会とかね。そうですね。でもまあ、割とその、なんだろう。
周りにそんなになんかイケてる飲み屋とか別にそんなないので、うん、みんなで部室に集まって、軽音部だったんですけど、部室に集まってずっとなんか話してるんですけど、大阪の人の話ってやっぱね、まあ面白いんですよね、はいはい、そのオチがちゃんとあるし、チームプレーで面白くするんで、はい、それで形成されたんです。それで形成されましたね、はい、人格は。でもそのソファーとお風呂向けも何の言い訳にもなりません、ね、それは一応お聞きしましたけど、本当に申し訳ないな、はい、大阪のせいにはしないです。じゃあもう一個ぐらい、はい、サイコロ。ああ、そっか。いいですか、はい、すいません、お願いします。なんかまたなんか壊しそうになってる。マイクガーンって。こんなミュージシャンの人とかアーティストの人でこんなカッチカチのサイコロマイクにカーンって当てる人見たことない。2番、これだけは譲れない話、はい、まあこだわりとかなんかマイルールみたいなもしございましたら。ありそう。そうっすね、あ、僕手がすぐベタベタしちゃうんですよ。あ、はいはい、手汗で、はい、で今もちょっとベタベタしてて、あ、はい、本当ですか。なんか手をよく洗いに来ますね。考えてないな。考えてないな。そのペースやったらもうあと4個全部行ってもらいますよ。手洗いに行くな。でもあれか、ちょっと綺麗好きの方ですか、やっぱり。あ、そう、潔癖、ちょっと潔癖症、なんかその、はい、ベタベタしたものとか嫌いなんですよね。もうだってめちゃくちゃ清潔感ありますもんね、めっちゃある。あ、そうですか、はい、めっちゃあります。そうですか、はい、ありがとうございます。肌も綺麗し、ありがとうございます。え、なんかそのハンド、え、石鹸とかこだわったりはしないですか。あ、それはこだわってないですけど、綺麗になってたらいいって。そうですね、油がしっかり取れればいいっていう。部屋とかも割とこう綺麗にされてます。部屋がダメなんですよ、整理整頓がうまくできなくて。あー、物が多い系ですか。物は、はい、そうなんですよ。え、じゃあちょっとホコリ溜まってんのとかは大丈夫なんですか。うわ、あんまり良くないなとは思ってます。あ、そんな溜まってるやん。潔癖、潔癖じゃないですか。なんかその、うん、なんだろう、生物とか、そのなんつうんですか、何、ウイルスとか、はいはいはい、そ、地形が嫌だっていうか、その生ゴミとかが嫌で。なるほどなるほど。あ、なんかこのバイキンとかが発生しそうな環境が嫌っていう。そうです、それが嫌です。水回りはどうなんですか。あ、水回りも綺麗にしてます。あら、潔癖なのか。しの水回りは、うん、また人並みぐらいですね。ああ、まあ一般男子、はい、まあ、自分のやからいいみたいなことですか。人んちがそんなんやったらもう銭湯の脱衣所をベタ足でいきます、うんうん、あ、いけます。あ、いけんね。昔でも人とご飯食べるときにこれあげるよって言われて、はい、あの目玉焼きとかもらったときに、はい、間接キスになるじゃないですか、はい、まあ、すごい嫌でしたね、はい、じゃあ人の手料理とか苦手ですか。あ、いや、それは大丈夫なんですけど、その人かじったであろうもの。かじったはちょっと嫌が、ね、鍋はどうですか。鍋大丈夫ですね。鍋大丈夫。ジュースの一口ちょうだいは、あ、今は大丈夫ですけど昔ダメでした。潔癖ではないんじゃないですか。そうですね、甘いっすよ。だいぶ診断の結果、惚れど惚れど、はい、その潔癖のところが出てこないんですよね。ルール甘いんですよ、はい、多分、はい、僕代謝がいいんだと思うんですよ。 手汗がベタベタするの。あ、まあ、そうですね、はい、だから別に潔癖とかっていうよりか代謝がいいってことかもしれないです。あ、うん、全然ちゃいますけどね。そのジャンルが、あ、緊張でじゃなくて、あ、緊張もありますね。緊張もあるかもしれないです。緊張しやすいタイプですか。あ、緊張結構しやすい。ライブの時とかどうですか。ライブは最初は緊張してました。今はあんま緊張してないんですけど。してないやん。してて。なんかその、もう最近慣れてきたんで全然大丈夫ですとか言ったら、今の言い方だったら緊張感がないみたいな、はい、なんかその。もともと緊張しない人で多分、数回がたまたま緊張してたぐらいですけどね。まあ、ランジャーさんってその、なんかこういうトークする機会ってあんまりないんですか。その。いや、ありますよ。なんか、今日だけめちゃくちゃ甘いっすね、正直。いやいや、めっちゃ面白い。なと思ってるんですよ、僕。その、すっごい、ね、だから独特な、バラエティとか、なんか、バンバン出張りそうな。え、そうですか、はい、うん。
出なさそうやな。興味は終わりですか？いや、もうなくはないです。それはやっぱりそのね、うん、出た方がいいのかなって気もします。ああ、まあ、より楽曲も知れるし。はい、そうですね。なんかこの不思議な魅力の、あ、そんな、はい、いいこと言ってくださってありがとうございます。ちなみに、ファーストテイク緊張されました？緊張しましたね。そう、やっぱしますよね、あの、いや、しますね。本当に。で、やっぱり見る方、見てもらう方の人数もね、やっぱり。あ、そうですね。もう圧倒的に多いですね。確かにね。いや、すごい。なんかもっともっといろいろお聞きしたいですけど。なんか、ボロが出そうな。また来週も来てください。あ、お願いします、ね。お願いします。多分何回かに一回ウィッグ忘れてきそうです、ね。あれ確かに。これウィッグもこれ言っていいかどうかはあんまり決まってなかったんですけど。あ、そうなんですか。言っちゃった。でもマハラージャさんが決めることじゃないですか。え、まあそうです、ね。チーム内でどうしよっかみたいな。あ、でも話もそん甘くこう、あ、うんうんみたいな。なるほどなるほど。なんかいまいち決まってない感じで。まあでも、まあいいですよね。まあいいと思います。わかんないですけど。いいですよ。ごめんなさい、責任取れないですけど、私たちは。全然大丈夫なんですけど。なんか、その辺、緩いのがマハラージャンさんっぽいなって。なんか、はい。そうですか。わかりました。わかりました。わかりました。了解すな。了解すな。さあ、それでは最後にお知らせを。はい。はい。私、マハラージャン全国、あ、そうだ。先に。ちょっと寝起きできました。あの、多分今は全く緊張してないと思う。そうですね。もう得意だな。すいません。10月12日に新曲君の変をリリースしました。はい、そして、全国ツアー変が、10月26日高松を皮切りにスタートします。はい、詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。はい。それでは最後にじゃあマハラージャーさんの曲、もう一曲皆さんにお聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい。では聴いてください。マハラージャンでいいことがしたい。本日のゲストはマハラージャンさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アインシュタイン山崎ひろのヒート&ハート、私の一等賞ソング。このコーナーではリスナーの皆さんの一番泣ける歌、一番熱くなれる歌など一等賞の歌を送ってもらいかけたいと思います。おい、ラジオネームケイちゃんさん。私の一等賞ソングは新しい地図の雨上がりのステップです。先日何年かぶりで歌番組に3人で出ていらして、あの頃と変わらない空気感とハッピーオーラに嬉しくて涙が止まりませんでした。元気が出ました。はい、はい、それでは聞いてください。新しい地図で、ごめんなさい、新しい地図で、すみません。それでは聞いてください。新しい地図で、あ、すみません。一回笑おう。じゃあ、じゃあ、もう何回やんねん。あ、ほんま。で、一回目なんで言い直してん。言えてたやろ、別に。すみません、新しい地図で。いつ地図できんねん。ごめん。全然できんやん。全然地図できんやん。いつまで古い地図って。伊藤忠敬もびっくり。言ってる場合か。それでは聞いてください。新しい地図で雨上がりのステップ。怪しかったけど、怪しかった。もう一回いきます。地図ね、うん、新しい地図、新しい地図。じゃあ、その女優モードやめてみたら、うん、その楽しいいつものひろなちゃんにやったら、うん、それでは聞いてください。新しい地図で雨らお前何やねん、地図かけたら地図かけたら雨上がらんし、何やねん。雨ら土砂降り。何バリバリ女優モード思う。女優モードの方がいいか。ああ。やりやすいんか。東方シネマズの。はい。うん。じゃあ、稲田さんお願いします。なんか、ちゃんとやろう。うん。え？おもろい。それでは聞いてください。新しい地図で雨上がりのステップ。アインシュタイン。山崎ひろの。ヒート&ハート、ボートレースインフォメーションのコーナーです。このコーナーではボートレース情報を毎週お伝えしていきます。今週ご紹介いただくのは、久保あかりアナウンサーでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。10月22日から埼玉県のボートレース戸田で SG 第71回ボートレースダービーが開催されます。はい、このボートレースダービーですが、レースの中で最もグレードの高い SG レースでして、さらにその SG レースの中でも最も長い歴史と伝統のあるレースです。
ボートレースダービーには選考期間で勝率上位のレーサーが中心となって出場しますので、まさに実力者たちが集うレースとなっています。はい、はい、優勝賞金は4200万円。白熱したトップレベルのレース、ぜひご注目ください。はい、そしてボートレースダービーも文化放送をはじめ全国のラジオ局で優勝戦の模様をお届けいたします。ボートレースライブ SG 第71回ボートレースダービー優勝戦実況中継は10月27日日曜日夕方4時から生放送です。はい、前編ボートレース戸田から生中継、実況は高橋正一アナウンサー出た、はい、熱血感ですね、はい、そしてゲストには元プロ野球選手の西俊久さんをお迎えしてお届けいたします。はい、はい、でちょうど1週間後ですね、10月27日ですので、うん、はい、はい、生放送ぜひお楽しみいただけたらと思います。はい、はい、で皆さんはこの秋ボートレース以外で楽しみにされていることとか、行きたいところ、やってみたいスポーツとかありますか？私あの山登りたいんですよ。ハイキングしたくて。秋いいですね。そうなんですよ。ハイキングね、うん、おすすめの山ありますか？私初心者すぎて逆に教えていただきたいんですよね。でも高尾山は登ったことないんで。あ、そうなの。高尾山良かったで。なんか高尾山行きたいなと思ってますね。高尾山ってどのくらいで登れるものですか？伸び寄れる、うん、全然登れる時間的には。確かにね。なんでなかったことにできると思う。だとカットしてくれるんだって。言い直してないからカットできないでしょ。できない、すいません。どれ、え、いやでもコースとかによるんじゃないですかね、うん、でもそんな僕らがロケで行った時はそこまでかからなかったですよ、全然。楽しかった、気持ちよかった。はい、だから今ぐらいちょうどええんちゃう。そうですよね、うん、僕らの時はね花粉がやばい時期やばかった。あ、言ってましたね、うん、ほんまに絶対いいっすよ。広野さんはその装備とかはあるんですか、ハイキングの？私ないんで、だからそれも揃えて行きたいなっていうのが、ハイキングブーツみたいなのも買いたいなと思ってます。ではスポーツの秋でもありますので、ぜひ10月22日からのボートレースダービー、埼玉県ボートレース戸田で行われます。現地観戦もとっても気持ちもいいかと思いますので、行かれてみてはいかがでしょうか。そして10月27日日曜日の優勝戦実況中継、ぜひお聞きください。以上、ボートレースインフォメーションでした。エンディングでございます。最後にメッセージを一つ紹介したいと思います。はい、この方でいきましょう。北海道のまだ眠たいさんからいただきました。はい、突然ですが、日本の秋短すぎませんか？ついこの間まで30度を超える日が当たり前だったのに、何日か涼しいなと感じる日があったかと思うと、夜には気温が一桁になるようになりました。まあこの方は北海道なので、うん、私は暑がりなので、できれば年中半袖で過ごしたいのですが、このまま秋を通り越して冬になりそうで焦りを感じています。お三方はこの秋にやりたいこと、食べたいものありますか？サンマかな。サンマ、ね、食べたいな。はいはいはい、サンマでも今年は多分そんな高くない。ね、去年か一昨年めっちゃ高かった。そうだったんですね。そう、知らなかった。もうでも変よな、気候は変。もう昨日夏みたいだった。一回一気に涼しになったよ。10月の頭ぐらいに2日間ぐらいね。あ、ほんで、あ、あ、あ、ほんでもう終わったと思って、うん、なんかまだ30度とかあるから。確かに。はい、でも朝晩寒いから難しい。そうやね、そうね、だから河合さん年中 T シャツで羨ましいですよ。確かにな、うん、マジでほんまに毎年ダウン手に持ってるだけやもん。ダウンは持つものなんで。ほんまに、ハンドダウンね。ハンドダウン。だからもうできるだけもうダウンは軽ければ軽いほどいい。確かにね。ほんまに持つだけやから。こっちモコモコのやつとか、ね、いいやつ買ったんやって思ってた時、俺着てんの見たことない。なんかロケの私服でロケの時の序盤、はい、オープニングだけ着てもう脱いでる。繋がんない。せやね、温度調節が難しいねんな。ほんまに。なんかクーラーもさすがに切ろうと思って、はい、切ったんよ10月の。それこそ単独ライブが10月12日が沖縄であって、はい、でまあ11の夜の飛行機で行くから、まあ11出ていく時ぐらいにもうクーラー切ったんよ。はい、ほんで昨日10月14日に、うん、の夜に
帰ってきて3日4日ぶりぐらい、はい、もうなんかクーラー来てたからなんかちょっとだけモワーっとして、あー、うん、ありますね、まあ、ね、また慌ててすぐクーラーつけて、うん、2台なんか室内の方が暑かったりしますよね。まあなんかこう熱こもるからな、そうそうそう、湿気とかね、うん、湿気って感じはいつまで多いんですか。湿気はだよな、もう今日10月15やろ、はい、あの撮ってるよね、うん、10月28あでゼロになる。いやゼロゼロはゼロゼロゼロですよ年中。えゼロ雨降らないゼロパーティー一回ゼロになる10月1回リセットね、うん、え1年でそんな日ってやったんや知らんかった。あゼロになってからちょっとだから戻ってまあまあまあそのちょっと戻ったりはゼロってゼロってむっちゃ怖いねんけど俺その日10月28日に怖い日だ。逆さないの声もね怖い怖い。なんかちょっとした火花ぐらいでお前ブワッと燃えそうやな。燃えやすそうだ。なんか発火しそうやね俺。ちょっと壁とかにいるちょっとこすっただけで。で燃えんねまあでも季節の変わり目なんでね、はい、皆さんもぜひ、ね、体調を、ね、崩されないようにね気をつけていきたいと思います、はいはい。さあということでございまして番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは hh@joqr.net hh@joqr.net までお願いします。まだ番組公式 X のフォローもぜひぜひお願いいたします。ハッシュタグ来た後で皆さんからの投稿をお待ちしております。うつおたコーナーメールを読まれた方の中から抽選でステッカーをプレゼントいたしますので住所氏名電話番号を書いてじゃんじゃん送ってください。そして、来週はボートレース中継のため番組はお休みでございます。ぜひねボートレースの中継の方も聞いていただきたいと思います。次回は11月3日にお会いしたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。アインシュタイン山崎ひろなヒート&ハート。この番組はボートレース振興会の提供でお送りしました。